こんにちは、塾のコボです、まあ、このねお金持ちになるための問題解決シリーズなんですけどもなかなかメッセージをいただくことが増えてきまして非常に嬉しいなと思いますので調子に乗ってねまた続編をやってみようかと思います前回はですね人的資本というのは、まあ、まさにね私たちの肉体体を持っている精神を持っているこれがいかにお金を生んでくれるのかってことなんですよ そして金融資本というのはお金があるっていうこのことに対してね金利が受けれるよってことなんですよねでも金融資本1億円を持っている人が毎年毎年3%の金融資本からの利益を得るとすると年収が300万ってことなんですよねで人的資本を活用して年間で300万円稼いでる人と同じ金額っていうことは逆に言うと人的資本は金融資本の1億円分の価値がある要するに私たちの体は 1>, 1億円のの価値があるるっっって言ってて言言とと一緒だという,ふうに言えるってことなんですよつまり年収300万円の方っていうのは金融資本1億円に相当すするってことなんですよねもちろんそれ以上の能力は持ってると思いますけども一つの側面としてそういうことが言えるんではないかなってことをお伝えしましたそして今日はですねお金持ちになる人のまあ考え方をまあ7つぐらいにまとめてお送りしようかと思うんですよね ただ今回お話しすることっていうのはもともとお金持ちになる気がない人とかもう最初から諦めてる人には全然適さない話になりますので、まあ、この、ね、動画をここで終わっていただいて、えー、なんか、ね、別のことをやってもらった方がいいかなと思いますですのでここからですねお金持ちになることを諦めてない人お金持ちになる気がある人のみにお送りしたいと思いますのでよろしくお願いしますまず一つ目お金持ちになりたいと思ったら固定費の見直しをしなければなりません ここれやったことがなないいい人結構多いんじゃないですかね例えばね年間で6万円の副収入を得ようと思うとどんな方法があるかなっていうふうに頭を悩ませることが多かったりするものなんですけども逆に言うとこれはですね年間で6万円の固定費の削減が成功すすれば、OK、ってことになりますですんで家賃を毎月5000円安いところに移るとかね、うん、他にも方法はいろいろありますけども代表的なのが、うん、まあ電気代を変えるとかねそれから 携帯電話の料金を毎月5000円値引きするとかねそういった形じゃないかなと思います固定費をとにかくいじってみましょう固定費ってのは一回切り替えるだけでずーっと手間なしで値引きを発生させてくれるもの要するにあらりを生んでくれるものになりますので絶対に手をつけなくてはいけません例えば私のスマホなんですけども昨年の7月まで私は毎月3万円払っていたんですよでも今は4860円です2万5000円の固定費の削減が成功したんですよこれがだから生涯続くってことなんですよね そうするとこの10年えっとですね1年で25万ってことは10年で250万ですよ20年で500万ですだから20年間で500万円の貯金ができたっていうふうに考えてもいいんですよねそのぐらい固定費ってインパクトが大きいので例えば今でしたらね電気代の切り替えをするだけであ電気代もそうなんですけども電気代私ね毎月3万円払ってたんですけども今二2万円なんですよ でこういうふうに電気代の会社を切り替えることによって切り替えるだけですよ簡単な書類の調整だけで5000とか1万円っていうのがガーンと下がりますからこれをやらない手はないですよねそれこそセカンドライフうんとなんかね副業を探す前にまずこれをやるべきだっていうのを私は言いたいことですねで2つ目なんですけども支出管理がすごく大事になってくるんですよ何にいくら使ったかってことをレシートなどでちゃんとチェックすることが大事です で、現金のやり取りだとレシートしか残るものがありませんので、レシートの処理がめんどくさいんですけども、クレジットカードとかね、あと、ペイペイなどの、うん、電子決済をするとすべて履歴が残りますので、レシートの代わりになります。まあ、ですので、何にいくら使ったかっていうのを、いつもいつも把握しておくことが大事になってきます。で、月に1回自分の支出がいくらなのかってことをちゃんと認識することが大事ですよね。まあ、ダイエットをするにしても、どれだけ運動したのか、 どれだけのものを食べたのかってことを管理せずにダイエットは成功しないようにやっぱりね家計管理とかお金をやり取りをする時でも何にいくら使ったのかっていうことをきちんと管理していくことがスタート地点になりますですのでお金持ちになりたいと思っていてもレシートとか家計の管理をしないんだったらお金持ちになりたいと思ってる行動ではないってことですよね必ずレシートの管理してみてください、えー、そしてですねうん次なんですけども、えー、手間を惜しんで外食をしている方もよくないですよね 必ずしも外食は NG ではないんですけども例えばねお腹がすいたなと感じて満腹になるためだけに外食をするんだったら大損です自炊をしたら時間もかかるじゃないかって言われますけども外食に行くのも時間かかりますよね手間がかかりますよねめんどくさいと思いますよそれから外食をしてると料理を作るスキルっていうのは上がっていかないんですよ、うん、だからね ものを食べるっていうのは食材を買ってきて調理器具を整理整頓してそして調理器具を使って調理をして味の調整をして美味しいと言えるものを自分で作るこれがスタートラインに立ってきますそれこそ毎日調理すれば10年も経てばプロフェッショナル並みのね調理技術が身についてると思うんですよだからそういうふうな育てていくスキルを自分の中に持つことをもう込みで考えると実はね外食って例えば 一食千円とか二千円の外食っていうのはものすごくねもったいないと思います。外食をするんだったら高級ランチとかね、それからコースとかで一回一万円とか二万円するものを月に一回っていうふうに考えた方がいいですね。まあ毎回毎回高級なところで外食するとそれこそお金がたまらない本末転倒になっちゃうんですけども、毎月の食費がだいたい平均一人暮らしで四万円かかってるそうです。 これを自炊にして1万5千円に抑えて、浮いた2万5千円を一発の外食にぶち込んだ方が、いや私は絶対いいと思うんですけどね。であとね、コンビニを利用している人もお金持ちにはなりません。コンビニがなんでこれだけね、多店舗展開したのかっていうと、手間を惜しんでコンビニに行って買い物する人がいかに多いかってことなんですよ。言うまでもなくコンビニってのは割高で商品が売られています。しかもコンビニにたびたび行く必要ないんですよ。 それこそ近所の自分のうちの冷蔵庫みたいな使い方があるんですけども、いやいや、お金がたまらないうちはそういうことをやらない方がいいですね。お金に余裕ができたらコンビニ使うのは大いにありなんですけども、でも私たちは今ね、やっぱり時間をどのぐらい使ってお金をどのぐらい節約するかっていうバランスを求められてるんで、そのバランスを扱うことにたけていくためにもですね、今お金がない。 所得がだから毎月20万とか30万のうちはコンビニを極力使わずにまとめてスーパーで用事を済ませるようにしてコンビニの大きな利益に貢献しない方がいいと思いますよね。これ全体的な数字とも表れてますけどもスーパーマーケットなどドラッグストアのあらり額とねそれからコンビニのあらり額ってもう段違いなわけですよ。だから商品1個の価格考えたら分かりやすいと思いますけどもコンビニは割高のものを買わされていますあの。100円とか200円のコーヒーも割高ですからね。 あれだって10円ぐらいでしょでほとんどセルフじゃないですかお客さんが自分で動いて100円払ってあらり90%のものを買わされているのかそれともねスーパーに行ってペットボトルかなんかのコーヒーを買ってそれをまあ何日もに分けて飲む、うん、こっちの方がいいんじゃないかなともちろん味が好きとかだったらねあの話が違ってきますけどもねただコーヒーの味にこだわって飲む人ってあんまりいないんじゃないかなと特にコーヒーをたくさん飲む人ってコーヒーの味とか 質とかではなくて単なる量になってきてますのでそれこそねまずくない程度のものだったらあーコーヒーを切り替えてもいいんじゃないかなと思いますそれからね安売りセールを見に行く人もダメですねあの安売りセールって何回も言ってますけどもお金がある人が選ばなかったものなんであのお金の使うセンスがある人が買わなかったものを買うことによって自分の目利きのセンスってどんどん落ちていくんですよだからどうせだったらあの まだ品数豊富なセールが始まったときに割高のものを見に行ってね。うん、でどうしても欲しいものがあったら買うのもいたしかないんですけどもただ安くなったものの中から何か自分の最適なものを探すっていうのは結構ね無駄遣いになることが多いんですよ。うん、というのがやっぱりねもちろん売れ残ったものの中で気に入ったものを見つけるのが上手な人はいいんですけども、うん、なかなかね そればっかりやっていてお金が貯まるようにはならないんですよね残念ながら、うん、で次なんですけども、飲み会に行く人ですねだから飲み会もいやいや行くんだったら最悪なんですよでもそこにプラスアルファになる利益を求めていくんだったら全然可能性あると思いますのでその辺のバランスですかね まあいろいろと申し上げましたけども、そうじてね、めんどくさがりの人はお金がたまんないようになってます。お金を稼ぐとか、お金を貯めるとか、節約するってことは基本的にめんどくさいことなんで、めんどくさいことを繰り返していってお金を貯めるのか、めんどくさいことをお金で解決し続けてお金がたまんないのか、どちらはやらかになってくると思います。さあ、どちらを選ぶかはもうあなた次第でございます。私は多少めんどくさくても、まずお金の余裕がね、きっちりとできてから、それから、まあいろんなことがスタートするのかなと思ってましたんで、今みたいな暮らしになりました。 お金がある程度貯まると金利ってものが受け取れるようになるんですよその金利によって日々の生活を賄うっていうコースがまあ王道なんじゃないかなと思いますので現在私は陰居暮らしをしていてすべて金利とか利回りで暮らしているんで元金を減らすようなね大きな買い物をしなければずっとこのペースで暮らしていけるってことになります40歳からこの形を考え始めて45には完全にその暮らしになり現在48歳になりますえ本当にね 子供の学費からね、将来の貯金まで全てこれで賄えてるんで、えー、楽ですねだから面倒くさいを支配して面倒くさくないような世界に入っていくとうんまあこうなるかなってことですね変な言い方ですいませんそれでは本日は以上でございますまた動画作らせてもらいます